大空ポリス開番ということでですね、ちょっとね、今週あったね、ホロライブであった不思議な出来事をね、ちょっと大空警察的視点からね、簡易的にやりたいと思います。まあ今巷で噂になってるハーチャマ、まあ何があったかというとですね、ハーチャマのまあいわゆる二重股がバレまして、ハーチャマやっぱり人を選ばずに詐欺まがいのことをした結果、この画像がね出されてしまうって、これをね出された時にね、大空警察さんって呼んでたんで、何呼ばれた気がするっつってちょっと見に行ったんですけれども、大空警察はですね、まあ男女間のもう地上のもつれなんていう、そういうもつれには基本介入しないんで、まあ誰がじゃあ原因だったのって言われると、確実にこの人なんでまあこの方がいろんな人に手を出しまくった結果、ちょっと悪いよ、ちょっとこれだとみこち悪い女で、これに関してはじゃあ名誉毀損の説あるみたいな言われると思うんですけど、まあ名誉毀損する前に、まあ名誉毀損っていうか、もうやってることがもう名誉毀損されて叱るべきみたいな、これみんなそう思わない？だからスバル、この件に関しては警察沙汰じゃないと思うんだよね何かあったら弁護士へ、スバルは弁護士じゃないのでこれは弁護できません、すまんハーチャマ。ただもしこれが、この写真がね、ミコチの捏造だったらそれはやばいよってなってくるけどまあこのミコちゃんの捏造であった場合、まあそれはライン超えてるんで、それは捏造罪としてね、ちょっと取り調べがいるかな。さてこれは捏造なのか、はたまた事実なのか、シュレディンガーのハーミコ始まりました。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.